ありがたいと。でまた体の心配までしていただいてありがとうございます、でも大丈夫なんですって言ってまず足を見張るんですよね。で私がいや実はですね、私の父親も当ててるし、私が飼ってたワンちゃんももう危ないとかっていうのが匂いで分かるぐらい、匂いで分かるんで、一回行って何もなければそれでいいですから、ほんほん、ちょっと行っていただけませんかってもう一度お願いしたんですよ。ほんほん、そしてその方がそうです、ありがとうございます、で何されてる方ですかって聞かれて、お坊さんなんですって言った、あ、さすがお坊さんですねって、でももう本当にもう声かけてもらっただけでも嬉しいんでありがとうございますってまた本読まはるので、ちょっともう一回もうお願いなんで言ってくださいって言ったら、そうかお坊さんかって言って、その方がちょっと悩まれて、わかりました、全部言いますと、実は去年の12月8日に私死んでるんですよって言って、ふっと消え張ったんですよ。